どうもこんばんは、筑波市在住27歳、高山宏でございます。はい、勝手に筑波大使です。よろしくお願いします。はい、今週もね、恥ずかしい気持ちもゼロじゃない井上予告編撮っていきたいと思うんですが、はい、真ん中にちょっとこうスーツの偉い人を今日はお呼びして、偉くはない、とてつもないオーラを放って、とてつもない偉い人をお呼びしております。ちょっとこちらの方です。ご紹介します。どうぞ。紹介してくれ。紹介しますって言って、ね、紹介しますって言っててちょっと緊張しちゃったんですけど、ご紹介します。ラジオつくばの社長、堀越さんです。よろしくお願いします。 GM です。あ、ラジオつくばの、ね、堀越智也 GM に、本日お越しいただいてるわけなんですが、ありがとうございます。はい、まあ、今回のゲスト、そうなんです、社長なんですけど、うん、まあ、なんで、社長ゲストかっていう、暇だから暇だから。じゃあ別にあんまり暇な人出してる番組じゃないですか、我々。まあまあね、みんな暇ね、皆さんこう忙しいですか、ね、忙しいよ、忙しいですよ。暇つぶしで忙しいですかね。そう暇つぶしで忙しい人に出てもらってるんですけども、まあ、なぜかというとですね、お、なんだろう、堀越さんの何だと思います、ミネリアム誕生日かなとか、かなとか、うん、まあ、結婚記念日なんじゃないかとか、あ、ね、結婚記念日なんじゃないかとか、あとは何ですかね、新しいバイク買ったんじゃないかとか、ね、いろいろそういう思いが呼ばれるの思いかもしれないけども、違います。人生の転機ですね。わかりますね。10月10日火曜日、まあ、恥ずかしい気持ちもゼロじゃない、次回放送日ですけれども、なんとこの日がラジオつくばの、創立15周年の日です。おめでとうございます。すごい。すごい。祝ですよ、祝。祝。まあ、もう本当にみんなの支えがあってっていうかね、だって僕も15周年ずっといたわけじゃないから、はい、はい。社長は関わられたのは何年目からなんですか？平成29年だから、はい、もう9年目から。9年目。あ、けど社長になったのがだけど、はい、番組やり始めたのは平成24年。あ、そうなんですね。もともと番組をやられてて、そう、途中で社長になられてた、ね、あ、そうなんですか。うん、じゃあもう大部分ラジオつくばのほとんど、いや、まあ、どうなんですかね、まあ、たまたまね、僕つくばセンタービルって、はい、事務所があるビル、はい、あとスタジオ線があるビルですね、はいはいはい、そこに平成24年の、うんうん、11月1日に引っ越してきたんですよ。ほう、でそのタイミング、そう、そのタイミングでスタジオ線っていうのも、はい、ほぼ同じタイミングでできたんです。へえ、まあ、上に行くとスタジオがあるみたいな、はいはいはい、だから別に社長じゃないんだけど、はいはいはい、スタジオに行って、うんうん、まあ、このデータ、はい、データこれ流してみたいな、へえ、ことができる環境にあって、すごい恵まれた環境にありまして、あ、なるほど、ちょっと行けばあのスタジオに行ける、そうで、上で生放送いつもやってて、はいはいはい、っていう、だからディレクター頼まれたらすぐ上行ってできたし、へっていう、ディレクター頼まれることもあるんですか？頼まれたり、あと突然生放送出てあんまないですよね、弁護士の先生にディレクター頼むよもうみんな下から今でも気軽にみんな頼みますから。あ、そうなんですか。マルチですね、まあ、だってゲスト、生放送のゲスト、はい、突然頼まれて行ってたりとか、はい、あ、生放送、そんなこともあったんですか。そうですね、あの怖い MC のお姉さん方に大丈夫ですか、こうね、聞いて、聞いてる、どの人かな、まあ、みんなみんなね、優しい、はい、というわけで、今週は、まあ、ラジオつくば15周年の記念してね、社長にいろいろ振り返ってあのラジオつくばの話を聞いていきたいんですけれども、うんうんうん、あの前回あの野球卿の宴で出ていただいた時が最後ですから、はい、あ、最後で、まあ、あれの時ってあんまり社長の個人の話とか聞けなかった。あ、けど別に僕野球の話しかしない人そんな人いないと思うけど、まあまあね、あのもしかしたら今回も野球ラジオになるかもしれないですけれども、はい、かもしれないね、ご期待ください。というわけで毎週火曜日8時半からラジオつくばで放送中です。恥ずかしい気持ちもゼロじゃない、15周年特別版ということでお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。お楽しみに。